じゃあ次じゃあこれいきますか。うん。ね。金梅氏。血液検査の結果が死ぬ寸前の状態だった。死ぬ状態は寸前で、胸水が抜けないの、これ。胸の水とか。もう水が抜けなくなったらやばいんじゃないの？腹水も抜けないんでしょ。もうこれはちょっとやばいんじゃないの？そろそろ。もう退院したの。もう退院もできないんじゃないの？こんな状況で。いや、もうそろそろやばいと思うけどね。年内も絶対持たないんじゃない？これ。退院できないっしょ、もう。この人。いや、もうやばいと思うよ、そろそろ。こんな状況になって。充電されねえし。声に張りが出てきたな。出てません。気のせいです。出てないから。何勝手に声に張りが出てきたねとか言ってるの。出てねえから張りなんて。先生にでもびっくりしたのが、あの入院した初日もうダメかと思ってたらしいよ。うん、で俺も思ったしね、俺ももう死ぬんだなと思ったからね、なんか予感が。うん、はあ、うん、別になんか死んだ方が楽なんだけどな、もう、うん、生かしてくれねえんだよな。目覚めない方がいいなって、うん、はあ、いやもう分かるよみんないいこと、本当、あの生きろっていうやつは自己中すぎでね、金梅を心配してる自分を見てくれって感じだよな。ちなみにね、へそヘルニアの相談したんだよ。ここの先生に。先生、すぐ戻ってきていいですかって言って。いや、もううちはやめてくれって言って。多分ね、山崎さん、今の状態で手術すると、肝不全だから目覚めないと思うよって。
手術はね、もっと体力安定しないとダメだって。咳込むの、これ、まだ水溜まってる。ああ、煙たがるわな、どこでもね。何もできないんだから、危なっかしくて。リスナーさん、お願いしますね。さっきまで強がり言ってたけど、リスナーさん、大好きなんで僕。はい、いや、リスナーさんの言うこと全部聞くんで。ありがとうございます。うんこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。うんこちゃん、イエスマンに戻りますんで。すみません、ありがとうございます。ありがとう、うんこちゃん。8時か、これ多分もうすぐまた来ると思うから、ちょっと今日一旦また終わりますね。